今回はこちらのゲーム、北斗の拳レジェンズリバイブやってきますと。今、外伝イベントガチャでリンレイ来てるんですけど、明日、一応ね、明日で最終日なんですよ、リンレイのガチャ。で、明日でもちょっとね、ガチャ回すの良かったんですけど、ちょっと、明日ちょっとね、動画撮って編集してとかいう時間がちょっとなさそうなので、ちょっと今日、もうちょっと回しちゃおうかなっていう感じですね。で、一応提供割合からちょっと見ていきましょうか。で、ボーナス枠ですね。ボーナス枠、ウルレア剣士の方 32.4% で出ますよと。出ますよっていうか 100%、剣士の 100% のうちの 32.4% と。で、剣士の内容の方は、リンレイが 8.4%。で、外伝イベントの第1弾ですの。レイ、リマ、フリーダが 8% で出て、で、SR、もうこの SR 剣士枠やめてほしいんですけどね。必要ないんでね。SR 剣士が 16.9% で、周龍がレイ、アミバが出ますよと。やはり、リンレイ以外はちょっと必要ないですね、もう。で、どうでしょう、もうリンレイ皆さんね、取られる方は取ってるんじゃないでしょうかと。で、まだ迷ってる方もいるかもしれないですね。で、ボーナス枠の出現率は20% で出現しますよという感じで。で、リンレイね、こういう方はリンレイ取った方がいいんじゃないかとか、こういう方はリンレイ必須だなとか、いろいろあるんですけど、また高評価ね、50以上になったら、そういった動画も出そうかなとちょっと考えてますと。で、今回もリンレイね、サクッと当てて、サクッと終わりたいという感じです。じゃあちょっとやっていきましょうか。さあお願いしますと。サクッと終わろう、サクッと。最初ね、一発目。で、最初まず光ってからリンレイ来るかどうか。そこが注目のところですね。3回目。まずいつ光ってくれるのか。光らない。4回目と。5回目。証いいですね。証とか気象ね。さあ、5回目。気象は出てると。さあ、6回目。出ないときなかなか出ないですからね、光らないですしね。さあ今のところ6回やって、まず光ってないと。7回目。さあ8回目、早いね。やっぱり光らないと早いですよね。やっぱり光ってくれて、ちょっとどうかなというところ、ここ大事よ。リバイブ！グループボーナス解放！グループボーナス解放！はい、ありがとうございますと。8回目ですかね。8回目で来た感じですかね。今回もね、サクッと当てる予定だったので、予定通りという感じですね。で、もしね、そのリンレイまあ、こういう方が必要じゃないかとか、まあ、リレーの評価動画、まあ、必要な場合はまあ高評価ね、50以上いけば、まあ、出したいなと、ちょっと考えておりますと、まあ、本日はもうこの辺りにしておきましょうか。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。落ちてくる You are sure 俺の胸に落ちてくる